水曜どうでしょう企画日本国内水曜どうでしょうの企画では北海道テレビ制作のバラエティ深夜番組水曜どうでしょうで放送された企画の中からレギュラー放送時に主に日本国内で収録した企画について扱う企画によってはタイトルの表記違いがあるがここでは DVD 水曜どうでしょう DVD 全集を正式タイトルとするサイコロの旅をはじめ 試験に出るどうでしょうシリーズ、四国八十八カ所シリーズ、釣りバカ対決シリーズなど様々な企画が行われた。なお、オンチャンカレンダーでは企画後半に海外を訪れているが、企画の大半は札幌 HTV のスタジオでの撮影で行われており、海外企画としてもナンバリングされていないため、この項目で取り扱う。第1回水曜どうでしょうカルトクイズ世界大会を。 除き、レギュラー放送時の国内企画は DVD 化されている。明治サイコロキャラメル鈴井高行公案の企画の一つで、放送での企画名は東京札幌サイコロの旅。どうでしょうを象徴する企画として扱われており、多くの番組で類似企画が放送された。本シリーズの6回以外にも一度だけ外国で行ったサイコロ、韓国がある。 6つのサイコロの目それぞれに移動手段と行き先を割り当て、鈴井と大泉洋が、明治のサイコロキャラメルのサイコロを振り、デと目によって、次の行き先を決定、到着した先で再度サイコロを振って、移動を繰り返し、タイムリミットまでに、札幌に戻ることができるか挑戦する。金曜日にスタートし、月曜日夕方をタイムリミットとすることが多いが、スタート地点や、 タイムリミットが異なる、時間切れの場所から再挑戦するなど、回によって差異がある。週末の3日間をロケ日程としていることについては、この当時鈴井がラジオ番組 5IS のパーソナリティを務めていたためであり、時間切れ、失敗になっても月曜日の生放送には間に合うよう、配慮していた。サイコロの目ごとの行き先はディレクターが考え、原則として、 公共交通機関で移動可能な場所が書き出されている。札幌に戻るの目を出せばゴールとされ、最後の選択で道外の行き先の目を出すと時間切れとなる。また、宿泊などの目が出ない限りは高速バス、フェリー、寝台列車などを用いた長時間移動を余儀なくされ、例としてサイコロ1ではこのすべてに登場して人用を明かした。ただし、 どれだけ運が悪くても3泊4日で終わり、移動中は基本的に寝られるなどの理由から体力面以外は楽な企画ともコメントしている。目的はただ単に北海道へ帰るのみだが、会を追うごとに2人の出すサイコロの目の傾向がクローズアップされるようになった。ゴールから長距離で遠ざかることがあるが、基本的に着実に北へ向かう選択肢を出す大泉に対し、 奇跡的にゴールを決めることや宿泊の目を出すことがあっても、高確率で四国、九州の目を出してしまう鈴井は特に運の悪さを指摘され、企画内でダメ人間と罵倒されていることが多い。また、当企画におけるデメの傾向は、カントリーサインの旅、絵はがきの旅など、複数の行き先候補から一つを抽選する類似方式の企画でもたびたびネタにされた。 サイコロを振る際は、テレビ番組、ご機嫌用の、何が出るかな何が出るかなを掛け声にして踊るのが通例。どうでしょうレギュラー、放送最初の旅企画。当初の企画名は、アンルイスの取材で東京までせっかく来たんだから、何かやってから帰りましょう企画。立ち上げ当時の番組側にレコード会社から、東京で、アンルイスのインタビューを収録しませんかと持ちかけられ、 東京までの旅費も負担するとの申し出もあったことから、この提案に乗ることが決定された。さらに、ディレクター側から、せっかく、東京まで行くんなら、何か、ついでに企画をやりましょうと鈴井に持ちかけ、鈴井が提案したのが、この企画である。記念すべき初の企画、及び番組での旅だが、大泉には、インタビューの後は、品川プリンスホテルに一泊して、 企画を考えると伝えられ、初回から他の三人に騙されることとなった。この時、大泉は企画は本来事前に考えてくるものだろうと思いつつ、屋形船で合流などの案を提示したが、もちろん秘密裏でサイコロの実施が決まっていたため没とされている。制限時間の9月15日に、鈴井は前日のエアージーでの仕事があるため、大泉は親戚の人が来るため、 藤村忠久ディレクターは、子供の運動会があるため、どうしても気殺する必要があった。なお、サイコロシリーズで鈴井を除く、どうでしょう版の面々にも気殺理由があったのは、一のみである。2000年に、数量限定で発売された、水曜どうでしょうビデオ第一巻に収録され、後の、クラシックでの放送、DVD 収録のものは、どうでしょう、ビデオの素材を元とした。 午前中の再放送や、リターンズは、第2夜の後半を、粗大ゴミで家を作ろう、第1夜前半と合わせて放送。クラシックでは前日のように、どうでしょう、ビデオの映像を30分へ再編集して放送した。前回同様、歌手とのインタビューという名目を立て、大泉を前回と同じ六本木プリンスホテルへと、向かわせたが、到着した先に待ち構えた鈴井から、 サイコロの旅であることが知らされる。どうでしょうにおいては初めて本格的な大泉騙しとなった。クラシックでは、前週の当時の旅、第2夜後半でインタビュードッキリ部分及び予告編が放送され、サイコロに第1夜はネタばらしした直後から本編がスタートする。大泉は西条をイメージした衣装を着用したまま、ロケを開始したが、冬場のロケにもかかわらず、 生地が薄手だったこと、上着を地肌の上へ直接着用していたこと、この年は西日本を異常寒波が襲っていたことなど、様々な要因が重なったために常に寒さを訴えていた。なお、鈴井は月曜日に 5IS の公開生放送の予定が入っていたため、車楽にならないとして、季殺を急いだが、企画発の時間切れを喫した。嬉しの D がテレビドラマ、 生ラキッズ監督のため不在となり、代理として藤村 D と同期入社の杉山、淳一 D が同行。撮影は藤村 D が行った。サイコロ3は、サイコロシリーズで最も長い旅となり、放送期間も一番長い。また、導入部の樋口良一への密着取材は、全編旅企画中心の編成になる以前、アーティストインタビューなどの別コーナーを織り交ぜて、 放送していたどうでしょう初期の番組編成に近い内容を公式な形で見ることができる貴重なものとなっている当初は大泉による鈴井への密着取材という偽企画で大泉をエアージーに連れて行き Go IS 放送の様子を見学させる Go IS には樋口がゲストとして出演していたが遠く内で翌日に自宅訪問をするという企画を大泉抜きで進め 実際に実行。川崎市高津区の樋口の自宅、及び樋口が当時所属していた、東芝 EMI のスタジオテッラで取材を行い、その後にサイコロの旅であると告げられるダブルドッキリとなっている。前回に引き続いて、月曜に Go IS の公開生放送が行われる予定が組まれていたことから、鈴井も14時半までには絶対会場にいなければいけないとしていたが、 二回連続の時間切れを喫した。前編が終了した4日後、札幌に帰れるまでちゃんとやろうと宣言し、連続リタイアの現状へ蹴りをつけるために、前編で最後に出た淡路島から再開。淡路島までの工程は、番組初の大泉拉致騒動であり、道内で企画をやると、嘘の内容でスケジュールを確保した上で自宅近くまで迎えに行き、 車中で真相を明かして強制的に新千歳空港へと向かった。その際に大泉がいや、こら拉致だよ。と叫んだことで、この一件が大泉を拉致事件と命名されている。この企画以降は大泉魂のレパートリーに拉致が加わり、徐々にやり口がエスカレートしながら定番化することとなった。また、道内での企画と思っていた大泉は、 雪道を歩くことになってもいいようにと、父親の所持品で、雪面の飛び魚の異名を自称する、スノーブーツを着用していた。冒頭は、北海道212市町村カントリーサインの旅、2の続きという大泉へのドッキリで始まる。大泉の乗った車が、カントリーサインの旅2で最後に引き当てた、生田原町ではなく、逆方向にある新千歳空港へと向かっていることに、 いつ大泉が気づくのかを追うため番組内ではチェックポイントとして生田原町方面に近い札幌インターチェンジへ向かう環状通りと千歳方面に近い北広島インターチェンジへつながる国道36号との交差点本来直進すべきところを右折する北広島インターチェンジ入り口を通過直後の分岐点札幌と苫小牧の表示で分岐されており生田原町へは 札幌方面だが、千歳へ向かうため、苫小牧方面に向かう。千歳インターチェンジ新千歳空港の4カ所を設定した。大泉は出発直後のトークで、家を出た時点では212ではなく、他の企画かもしれないと疑っていたことを語ったが、まさかストレートに212で来るとはねと、あっさりカントリーサインの旅への童貞と信じ込んだ状態で出発。車内では、 D 人、鈴井から、とにかく喋るように消しかけられるなどの理由から、大泉は当時番組内で繰り広げていた嘘話に集中し、結果的に、千歳インターチェンジまでの道中のチェックポイントを、何事もなく通過した。空港の目前ながらあまりに鈍感なことへこうに癒し、鈴井は改めて現在地を地図で見せて、逆方向へ進んでいることを把握させたが、俺わかんないんだよ。 高速ってどうやって行くのかと混乱する大泉。だが、直後に、鈴井から、疲れてんじゃない甘いもの食べなよとネタバラシにサイコロキャラメルを差し出され、ようやくこのロケが、サイコロの収録と把握するに至った。サイコロキャラメルを渡された直後に全容を理解した、大泉は、サイコロやな今日サイコロやな。と、車内で絶叫したが、その場面を見た藤村 D は、 君は、なんで、ここまで気がつかないのと驚きを隠せない様子だった。一方で、大泉は過酷な企画である、カントリーサインの旅ではなかったことに安心し、騙されたながらも、212で、ひどくがっかりしてた、212よりはいいかなと、企画に比較的乗り気な態度を見せた。この回の開始地は、通例の東京ではなく、どうでしょう、ハが、 中国地方で唯一行っていないのが、この当時島根県のみであったため、イレギュラーなパターンとして、出雲市の出雲大社から開始している。博多豪白熊今回以降、企画説明と最初の選択は羽田空港、国内線ターミナル前に固定された。今回から大泉に事前にサイコロ企画を行うと伝えており、今回は二人揃って、勝負服で挑んだ。 企画冒頭では前回までのサイコロシリーズをダイジェストで紹介する VTR が流されたが、サイコロ3については前編のみ紹介しており、後編についてはも丸々省略している。なお、この時に訪れた天見大島はサイコロにおける到達地裁南端である。放送当時はサイコロ6ゴールデンスペシャルと表記。この企画の前に放送された。 ヨーロッパリベンジの最終夜で高視聴率を獲得し、番組の人気が出てきたことからゴールデンタイムでの放送を刊行した。19時からの1時間枠で全編を放送し、通常放送の時間帯で後編が放送されている。放送当日は他局の裏番組に良い,い旅、夢気分があったため、それを意識した発言が随所に登場している。なお、リターンズでは2週。 クラシックでは3週に再編集されて放送された。放送前日の夕方からは30時間にわたって放送の告知性 CM を放送し、その時の詳細な様子が30時間テレビの裏側全部見せます。にて後日放送された。ちなみに平均視聴率は12%。三十時間テレビの翌週放送のオンチャンカレンダーでは前枠で、 大泉、鈴井が袴姿になり、放送の結果が惨敗だったことを懺悔している。粗大ゴミを拾い、それを用いて、札幌の一等地、宮の森に家を建てる企画。粗大ゴミは、中央区内や西区ことにで集められた。当時劇団、大パーツを主催していた鈴井が、過去に舞台上の小道具、大道具用に、 粗大ゴミを拾っていた関係で発案された鈴井自らが所望した企画という。また背景には札幌市の粗大ゴミ回収が月1回のステーション収集で行われ処分される粗大ゴミが街中に置かれていたことも関係している。現在ではほとんど見ることができないハイテンションな鈴井高行が収められているほか中期以降は 旅中心のスタイルへ転換した、どうでしょうとしては極めて異端とも言える企画である。ちなみに、嬉しの D は、ドラマ撮影に参加していたために撮影、編集とも関与していない。なお、レギュラー放送分では、前編が、道島公平のインタビューと抱き合わせになっているため、1.5週程度の内容である。午前中の再放送や、リターンズでは、 サイコロ1後編本企画前編、本企画後編の2回に分けて、クラシックでは共に1回に再編集された。放送当時の企画名は、激走、24時間大泉洋くん当時の旅。鈴井が考えた企画の一つで、サイコロ1で発覚した大泉の字を直すために、24時間でいろいろな温泉を回る、当時を行うを目的としているが、 企画そのものは藤村 D の温泉に入りたいというアーニーの発想から始まった。この企画から大泉が自我を持ったと嬉しの D が語ったり、大泉が運転をし、鈴井が後ろに座り車内で会話をするというスタイルが確立されたり、藤村 D がリアクションで出演し始めたりと、後のどうでしょうにとって大きなターニングポイントとなった企画となった。 宮崎シーガイアからのオファーによるパブリシティ企画。放送時は宮崎シーガイアという企画名で放送された。日本各地や海外まで行っても一切遊んでいないどうでしょう班が、今回のオファーに加えて過酷な企画続きの出演陣を案ずる当初があった。事実を踏まえ、すべての施設やイベントを体験してシーガイアの魅力を引き出すという趣旨で企画を行う。 企画内容に伴って、今回は D 人主導のロケのため、鈴井、大泉が同時に企画内容を知らされている。また、この当時にロケで訪れていない地域が14県残っており、その中に宮崎県が含まれていたことも企画決定のきっかけとなった。この時大泉は行かなくしていってない、全部行っていることの方が怖いとコメントし、 ーガヤ行きであることを知らされた。鈴井も何か裏があると思い、別に行きたくないとコメントしている。後年の企画では、あやにお気に入りの宿を見つけるなど、宮崎に対してはそうじて好意的な印象を持っている。どうでしょう、藩であるが、初の宮崎行きとなる。この企画当初は、記述の通り半ば消極的な姿勢であった。現在は当時と経営母体が変わったため、 クラシックでは放送されないが、記録として残すため、DVD には、現在のタイトルで再編集、収録されており、本放送において用いられた CE ガイア側が準備した、前景の空撮映像や、各種施設の広報用映像はすべてカットされており、どうでしょう、ハンが撮影した映像のみで構成されている。前述の通り観光目的でロケを行ったが、宣伝の関係から、 様々な施設を短期間で説明、紹介しなければならず、逼迫したタイムスケジュールによって疲れが取れるどころか疲労がたまり、最終日はそれそれに疲れの色が見えていた。前後枠は鈴井のスケジュールの都合で HTBE 近郊での収録ができなかったため、鈴井の仕事先の北海道文化放送の駐車場に停めた車の中で収録しており、大泉は同時期に 大学の教育実習があったため、実習終わりで合流し、スーツ姿で収録に臨んでいた。空打ち体験カクテルマジックディナー、終身海岸散歩朝食オーシャンドーム各種、アトラクション体験ボディーボード体験各種、施設見学各種,施設,学各種施設見学各種施設、見学ディナーナイトショーオーシャンドームイリュージョン本日の、反省フェニックス自然動物園見学日向夏。 プログラム鈴井が考案した初期を代表する企画の一つ。鈴井、大泉が北海道の各市町村にあるカントリーサインが印刷されたカードを引く、実際にその市町村に向かう、協会のカントリーサインの前で、再び抽選を行うを繰り返し、道内を回る企画。北海道の番組であるのに、あまり北海道での企画がないことから地元、北海道に注目し、 北海道212全市町村をめぐる企画となったが、道北から道南など、効率の悪い移動が多いことから、内容としてはどうでしょう。班による社内でのやりとりが主になる。道内をすべて回るという膨大さを反省し、後に、都勝地方限定で行った都勝20番勝負が生まれた。どうでしょうの中では、今後行わないことを公言しているが、同じく h t、B、で、 放送の花たれナックスでは大泉らチームナックスのメンバーが一人ずつが北海道の全市町村へ行きそこで撮影した写真で巨大フォトモザイクを制作する企画北海道の笑顔プロジェクト及びおにぎり温めますかにて行われたオクラホマの二人が北海道の全市町村を回り番組を宣伝するという趣旨の番組宣伝活動北海道完全制覇の旅 前作、サイコロ、韓国から中5日でのロケ。番組内で募集し、HTV に集まった一般人のどうでしょうファン約600人がどうでしょうのマニアックな問題を解いていく企画。タイトルには第1回と銘打たれているが、この1回が開催されたのみで終わっている。その後、東北2泊3日記事獄ツアーの初日のフェリー内においても筆記クイズのみ。 復刻企画に近い形で行われ、この時も本企画と同様の人物が優勝した。本企画のみ、レギュラー放送時代の作品としては唯一 DVD 化されておらず、その理由について D 人からの正式なコメントもないが、クラシックでは全国放送が行われており、2015年5月8日より、HTB の北海道 ON デマンド水曜どうでしょうにて、 本企画の有料配信が開始されたため、こちらでの視聴は可能である。問題は、カルトクイズの名にふさわしくどれも、高レベルで、出演者として自ら立ち会っていたはずの大泉、鈴井でもわからないほどの難問が出題された。一次試験としてクイズを、HTB 正面駐車場で行う。そして、一次試験を勝ち抜いた約20名で、二次試験として、筆記クイズを、 HTB の社屋内で実施。一次試験の挑戦者全員に参加記念色紙とオリジナルプリクラがプレゼントされた。さらに、二次試験の成績上位者3人に大泉を加えた4人で、早押しクイズによる決勝戦を実施した。名札は筆記クイズ上位3名は手書き、大泉は印刷。焦点をイメージさせるセットと衣装が用いられ、正解した回答者の前には、 得点の指標となる明治サイコロキャラメルの箱が置かれた。決勝では通常の問題に加えて VTR 問題も加わって一層難易度が高くなった。その結果、大泉と優勝者のほぼ一気打ちの状態となり、大泉とトップを争っていた参加者の早押しボタンが突然効かなくなったり、早押しボタンを視界の鈴井によって遠ざけられるなど、様々な妨害もあった。 最後の100点問題で、大泉が問題を読み上げる前にボタンを押してしまい、不正解、順当に回答を重ねていた、一般人参加者が優勝し、水曜どうでしょう。マニア世界一に認定された。優勝者への得点は、大泉が運転する車で、家まで送ってもらえるというものだった。前年から、HTB のキャラクターとして使用されているオンちゃんが、この企画で番組初出演を果たす。 本企画のクラシック放送時の地デジ番組情報では一般人ファンタクサリ君の存在でかろうじてカルトクイズの体裁となったと紹介されており本編放送後の雑誌での全企画解説対談藤村忠久 D、嬉野正道 D において二人は彼がいなかったらこの企画は成り立たなかったと解雇している2000年に発売されたパソコン用 CD ロ m 水曜どうでしょう 大辞典ボリューム1スーパーカルトにおいて本企画をイメージした早押しカルトクイズが収録されている。ここでは本編と異なり司会が安田、回答者が鈴井、大泉、参加者となっており当時の決勝戦参加者をイメージしたグラフィックになっている。問題は全て3択クイズで回答の速さや正解率に応じてゲーム終了時の称号が決まる。 大泉が企画の冒頭で行きたいと挙げた東京都の革命書を全て歩いて回るという企画。テレビ放送時は東京ウォーカーという企画名で放送されたが、これは首都圏において発売されている雑誌、東京ウォーカーを大泉が愛読しているということから、この企画が生み出されたという伏線と企画内容がそのままタイトルにされた。 全行程を徒歩で移動すると知らずに長距離を設定し、寝不足の上に宇宙を革靴で歩いた大泉は、二日目に宿泊したホテルで番組を降りると発言。後日のバス移動宣言につながっている。この企画から画面の四隅に企画テロップが表示されるようになり、レギュラー放送終了後のジャングルリベンジまで同様の編集が続いた。初日は北海道新聞の取材班。 二日目はテレビブロスの取材班が同行取材。ただし、前者は最後までついていくと発言しながら3キロメートルでリタや離脱し、後者も六本木に到達したところで同行取材を終了した。実際の大泉学園駅南口放送当時のサブタイトルは桜前線を捕獲する。名前の通り桜前線の最前線を見に行くという企画で、 どんどん北上していく桜前線を追うため、仙台、岩手県内各地、秋田乳湯温泉へと向かう。だが、桜前線の捕獲は建前で、最終的には温泉に入り、名産を食べるのがメインとなった。道中では、爆弾処理班として、鈴井が苦手な甘いものをたくさん食べさせられることになった。旅程、本別町、帯広市上志幌町、目室町。 広尾町中札内村音吹町池田町、阿蘇路町浦幌町鈴井が考えた企画の一つ。北海道十勝市町の20市町村のカントリーサインが印刷されたカードを引き、その市町村に移動し、最初に出会った人にその市町村の名物を聞き、実際にその場所へ行くという企画。基本的に、この町のおすすめは何ですかという形式での質問しかできず。 主目的に誘導するような聞き方はできない。しかし、第2夜では鈴井が、十勝川温泉はどこですかと聞く、ルール違反を犯しており、結局一泊したものの翌日大泉に、ワイン上聞くなよ、と咎められている。基本的なルールは、カントリーサインの旅、シリーズと変わらないため、いわゆるマイナーチェンジ版と言える。また、鈴井、大泉ともに、この企画は、今後やらない。 他の市町村でもやらないと公言している。この企画において車両は、車内で泊まれるようにということで、オートフリートップ装備のマツダボンゴフレンディを使用。実際に、日照峠にて、大泉が使用して仮眠している。また、池田町のワイン場の後、車内でワインを飲んでいるシーンでもオートフリートップが挙げられている。鈴井が考えた企画の一つ。名前の通り、釣りをするだけ。 の企画である。第1回目では、北海道、紋別沖での沖釣り、第2.3回は、氷上での若釣り、そして第4回目は、薬島を舞台に24時間耐久の、魚取りとして対決が実施された。発展企画として、2005年放送の、激闘、入表島がある。このシリーズは、基本的に予算がかからないため、 海外企画などの予算調整のため行われると言われている。実際放送された4回とも、企画の後に海外企画が放送されている。HTB 本社屋上のオンちゃんオブジェ初代チャンプのオンちゃん2代目チャンプの鈴井、3代目チャンプの大泉、ノーちゃんが一堂に会したチャンピオン大会として、薬島の海岸、川の川口、京城、戦場で隠れ運動を開催。 どうでしょうとしては、結果的に、レギュラー放送最後の国内企画となった。藤村 D が後に語ったところでは、元々の企画意図は、番組終了にあたり過去の出演者を引き連れて、南の島に行こうという、半分イアン旅行みたいな企画だったという。なお、企画名は、釣りバカと題されているが、釣りに関連しない、魚介類もすべてポイントの加算対象であり、捕獲方法も、 自由となる。弟は、ラジオ出演がブッキングされていたため、ラウンド1の途中から参加。一人で現地へ移動する弟のため、嬉しの D から、札幌駅からの切符の買い方や、飛行機の座席などの細かい説明を記した手紙が渡されたという。そのため、大泉以上に、企画の全容を把握していなかった。なお、新千歳空港までの車内で、藤村 D の母親が、 薬島に滞在中であることや、今回のロケ中で食事等の手配も担当していることを明かした。北海道212市町村カントリーサインの旅とサイコロの旅を合わせたような企画で、旅番組に欠かせない綺麗な風景を探し、同じ風景を撮影するというものである。なお、偶然ではあるが、この企画はサッカーフィーファワールドカップの開催年に行われていた。このことから、 公式 HP の D 人の裏話では2006年に行うと掲載されたが、実際には行われていない。群馬県沼田市、蒸発地のしだれ桜徳島県鳴門市、両前寺石川県金沢市、長町の武家屋敷愛媛県内子町の町並み茨城県に多古市、12郷を行く、娘船道産、北海道札幌市、札幌時計台、宮崎県高千穂町、 かりひぎり宮崎県綾町、商用大吊橋、北極県突入アラスカ半島620マイルで作った大泉の料理があまりにも印象的だったために企画されたもので、社内でクリスマスパーティーと夏野菜スペシャルの2企画が放送されている。大泉本人の料理の腕自体は悪くないが、下ごしらえ段階から開始する弊害で闇雲に時間を浪費する上、 調理器具の不備や限られた食材での調理、毎回のフランベ、独自のメニュー構成、雑な味付けなどに見られる、大泉の独創性あふれる調理方法から、とんでもない料理が振る舞われることが特徴。なお、この企画を通して、大泉は料理が下手と思われていることもあるが、曰く大満足の出来だったヨーロッパリベンジでの調理など、 うまく完成したものを放送上カットしているケースもある。本シリーズ以外の企画でも大泉が料理を作る時があるが、その際には料理の味や調理時間に対して文句をつけると大泉が逆切れし、怒りの矛先があらぬ方向へ向かうのが一つのパターンとなる。大泉の料理そのものや、それを食べる行為はお見舞いと称されるほか、夏野菜スペシャルでは大泉を 死刑執行人と表現するなど、一種の罰ゲーム同然となっている。この他に、ピストル大泉という二つ名も存在するが、これは、北極圏突入で大泉が放った、ピストル大泉の言い間違いを聞いた他三人によって、完成した大泉の料理も、拳銃で撃たれるような衝撃的な味であるということを、理由に用いられるようになり、そのまま定着したものである。 レギュラー当時は料理のまずさが売りとなっていたシェフ大泉シリーズだが不定期放送になって以降初めてシェフ大泉要素が登場した北海道で家建ますでは20年近い月日の経過を経て大泉の料理の腕が向上したことから異例のヒット作連発と続い D 人はうまいものを食いたいわけじゃないと不満を漏らすゆうレギュラー当時とは逆の事態が発生している なお、ぴったんこカンカンや、サンマ・たおのお年玉あんたの夢を叶えたロカスペシャル等の他、番組へ、大泉が、ゲスト出演する際に、大泉が、シェフ大泉の格好に扮して、他の出演者らに料理を、お見舞いする企画が組まれることがある。放送当時の企画名は、新提案。社内で、クリスマスパーティー。同日には本来、絵はがきの旅の、 最終夜が告知されていたが、クリスマスの特番編成で2時間繰り下がることを理由に急遽内容を次回にキャリーオーバーした上で放送された。本企画は第1回動で名称の名企画部門で4位にランクインし、1夜あたりの平均得票数は1位を記録。ただし、藤村 D は経緯からやっつけで制作された本作が上位であるのが不満であるとしている。 今から間に合うクリスマスの準備を紹介するという触れ込みで深夜から未明にかけてどうでしょうハン、土井匠プロデューサースタイリストの小松江里子が HTV の駐車場においてクリスマスパーティーを行い、その模様を収録。パーティー会場は機材車、ロケバスなどのバックドアを開いて図上にブルーシートを貼り、モールや折り紙の鎖などを飾り付けただけのもの。 調理台は、キャンプ用のテーブル、火は、カセットコンロと網を張った進化という内容だが、これは前日の理由による繰り下げから、誰も見てないとして、非常に簡素なものにされたため、会場移動前に、星沢先生みたいなとこじゃないとやらないと話していた、大泉は、このパーティ会場について、この貧乏臭さ,さすごいね、これで放送するんだもん、寒いよ空と、 何のことないそりゃそうだよ。12月の外だもん。こんなにねえ、低い厨房は初めてなどとコメントを残しており、特に最後は地持ちで、旧西洋通商持ちの大泉には、厳しい条件なことから、悪いけどぎっくりって言ったら帰るよと、宣言するまでに至った。提供されたのは3品。これらを出演者、ドイピースタイリストの小松エ里子に提供したが、これ以外にも、 当時放送されていた、早朝の情報番組、発信。ナマスタ早起き熊さんの出演者である、金子のりとし、吉田緑亮アナウンサーや、番組のスタッフなどに、お見舞いした。その後、泥酔状態の、どうでしょう、班ンは、ちょっと横の方出してもらおうよ。行くだけ行ってみましょうかという程度の気持ちで、早起き熊さんが放送されているスタジオに行き、 同番組スタッフの行為で番組への飛び入り出演が実現する。DVD 第13弾の特典映像によれば、ドイピーは事情を全く知らず、大泉と藤村 D から説明されても、なお、半信半疑だったという。この時に、大泉、鈴井が、ンちゃんに対して殴るけるの暴行を加える。大泉が、金子の頭に噛みつくなどの行為を見せたが、ンちゃんへの暴行で、 局のマスコットキャラクターへの扱いがひどすぎるとして、藤村 D が上層部から始末書を書かされたことを副音声で明かした。金子によるとこの時の、どうでしょう班、ハンは、足元もおぼつかないレベルの泥酔状態だったという。ちなみに収録した12月8日は、安田の誕生日だったが、未明のロケに付き合わされたことで、以下のような欧恵な態度を見せた。また、 この企画で食べた食物が原因で、社落にならない病気にも罹患している。夏野菜を使った料理を振る舞ってほしいと大泉を計3回呼び出し、一度目は夏野菜を栽培するため、荒地の開墾を、二度目は料理を盛り付けるための皿の製作を、三度目でようやく調理を行った。開墾から調理、試食までロケ日数が通算69日という、 日本一長い料理番組。第1回道で、名称名企画部門のシリーズ別集計において、放送回数は4回と少ないにもかかわらず、堂々の第一位に輝いている。大泉作のオちゃんの陶芸大泉作の藤村、D の陶芸大泉は3回にわたるロケのいずれにも、知り合いであるイタリア料理店の店長の新井美氏に、作ってもらったパイ生地を持参した。しかし、開墾編。 陶芸編では、調理が行われなかったために、パイ生地を腐らせることになる。第2週でどうでしょう。農園から、陶芸工房へと向かう車中では、大泉が騙しに狼狽する中で、藤村 D から、パイ生地練ってもらうなんて、こっちは一言も頼んでない。でも悪いのは君だろうと反論されたのを受け、君は、番組のために、生地を作った。俺が馬鹿だと言うんだ。生地を練った。 俺はバカか、などと憤慨。後に、藤村 D の家族をターゲットとして、脅迫を始めるが、この時に残した、おい、パイクはねえかの一言が、第一回堂で、ミー賞、名ゼリフ部門で、第一位を獲得した。なお、2013年に行われた、どうでしょう、祭り2013の、シェフ、大泉 VS 板た鈴井料理対決で、パイ生地を制作した。 料理店の店長が登場し、巨大なパイ生地を大泉に提供した。同イベントのトークショーにおいては、ロケ当時に大泉に渡したのがパイ生地ではなく、ピザ生地だったことを明かし、14年越しに事実が判明する形となった。ちなみに、この一連の流れについて、藤村 D は編集作業の際に、本当に起こってるのが視聴者にわからないよう短く編集したことを、 副音声で明かし、DVD 版では12年経ったら笑い話になるから、として当該のシーンが長めに編集されたほか、本編に未集の部分も特典映像として公開されている。一方で、鈴井はこの時社内が険悪なムードだったにもかかわらず、立腹中の大泉に、藤村 D が辛辣な言葉を煽るようにかけ続けた、ことへ後の総集編で、 残りのメンバーは内心ヒヤヒヤだったと実感した。桜前線捕拡大作戦でどうでしょうファンが訪れた土地をどうでしょうファンが巡るバスツアー東北に泊3日一国体験ツアーに鈴井大泉がツアーに帯同するとパニックが起こるためそれを避ける意味でバレないように紛争をしてついていくという企画 DVD の収録に関しては 当時ツアーに参加したファンすべてに連絡を取るのはかなり難しく公式サイト上にてモザイク処理をしない旨がアナウンスされている。紛争用の衣装はすべてスタイリストの小松が担当しており企画にも同行している。企画中に登場していないもののつなぎ温泉ホテルでの一件にて安田が同行していることが言及され一瞬ではあるが大泉の部屋へ。 藤村 D が乱入する際に安田の姿を確認することができる。当企画ではマイク設定のミスから音声が割れており、第一夜の前枠で鈴井が断りとお詫びを入れた。この一件以降は事故の再発を防ぐためにマイクスイッチをガムテープで固定している。二日目の紛争準備で午前5時に起床するために早めの就寝をするはずだった大泉は午前0時。 ゴロまで続いたトークショーの終了後、すぐ就寝体制に入った。だが、泥酔状態の藤村 D が腹を割って話そうと部屋に乱入して、大泉を就寝させないという事案が発生し、ツアー側の帯同人員として、同室にいた安田も巻き込まれてしまう。大泉は、前述の鬼の茶屋付近での紛争が原因で、風邪をひいて具合が悪いと体調不良を訴えたり、 何も話すことはないと主張をして、手打ちに持っていく格索をしたりと、必死に就寝時間の確保を目指していたが、対する藤村 D は、番組に対し不満があるという持論を曲げずにいた。数回にわたって展開された、この長時間の押し問,問答に、大泉が耐えかね、0時50分頃には藤村 D と、同室の嬉しの D へ連れ帰りを要請するも、ああそうかわかったわかった。 じゃあカメラ回そうと自身の判断で撮影を開始させ、失敗に終わる。後半には、文句があるなら、直接話せばいいと、番組のブレーンである鈴井や同行した、同井プロデューサーも、藤村 D に起こされる展開になり、鈴井に至っては、大泉、藤村 D らとで取り行われたババ抜きへの参加も、強制された。しかし、ここまで、上記の天末への意義を主張していた大泉が、逆に、 ドイピーから、俺もいるんだから、この際不満全部いようよと問いただされる事態に発展。さらに長引くことを懸念した大泉は、何の不満もありません。迷いが消えましたと訴え、番組に不満がないことを示すために、僕は、一生どうでしょうしますと発言した。午前3時に、藤村 D を退出させた大泉はようやく、就寝するが、翌朝5時に起床。紛争の準備をする中で、 藤村 D から、よく眠れましたかと聞かれ、よく眠れたかって言われたらそら眠れたよ。2時間ぐっすり、寝たよと低いテンションで返答した。大泉の紛争後、鈴井もつなぎ温泉ホテル内のエレベーター前の踊り場で過敏に紛争し、エレベーターから出てきた客を驚かせるというドッキリを観光した。しかし、大半の客は反応が薄く、逆に客から、 ミスター頑張ってと慰められるなど予想を反する展開となる。このため藤村 D がドッキリを止めようとしたが、鈴井が、いや、まだやります、と、自ら進んで続行の意思を伝えたため、その後も5から6回ほど続けられた。ドッキリの後、楽屋に戻った鈴井はメイクを落としながら、素顔に戻りたくない、このままのままでいいかな、もう、鈴井高いきとして、生きるのが嫌だなどと発言。 すっかり憔悴しきっていた。この場面は本編で放送されていないが、2002年6月5日、放送の未公開 VTR&NG 集で公開され、DVD 第13弾の特典映像でも公開された。いずれにおいても、藤村 D が乱入したと思われるシーン以降は放送されていない。地理歴史の入手問題を実際に現地で実習し、大泉が 語呂合わせや寸劇を作って覚えるアカデミックな企画。どうでしょう的な企画に見えるが、教科書や資料などでは見られない実際の風景や仕組みなどがよくわかるように構成されている。第1回目はクイズ。試験に出るどうでしょうとして、司会に安田、鈴井、回答者に大泉というクイズ番組形式で行われ、第2.3回は予備校、どうでしょう。 ゼミナールの直前集中講義という設定で行われた。そのため、通常は各企画ごとの投資番号は、第、夜と表記されるが、この試験に出るどうでしょうの第2回と第3回に限り次元目優表記になっている。なお、このシリーズでの罰ゲームはすべて四国88カ所の完全順配となる。最初のフィールドワークの地、 桃瀬川水道市が県道287号、小原地木野沢線、中学入試、高校入試、大学入試の3カテゴリーから出題。大泉が答える問題を決めることができ、問題に正解すれば難易度に応じ得点を獲得。問題は地理科目だが、大泉へのチャンスタイムとして、日本史問題も入っている。チャンスタイムの問題に正解すれば、得点が2倍となる。 大泉が答えを間違えた場合は、フィールドワークと称して、大泉を拉致して、現地で学習。大泉と鈴井が現地でフィールドワークを行っている間、安田は大泉がクイズで200点獲得まで帰れず、HTB のスタジオ内に監禁されながら問題を出題する。大泉が48時間以内に200点を達成できなければ、 四国八十八カ所巡礼の罰ゲームとなる。なお、クラシックにおいて、現在は放送されていない。DVD においてもカルスト地形において、ウバーレドリーヌに関する部分はカットされている。白米千枚で大泉が校長、鈴井が講師となり、当初番組内の司会役だった安田が生徒として試験を受けることとなった。試験範囲が石川と富山になった理由は、 山を張ったため、3日間の集中攻撃の後、月曜日早朝に実力テストを実施。実力テストで、安田が10問中1問でも間違えた時点で、即、大泉は全責任を負い、四国行きとなる。結果、安田は7問目で間違えてしまい、大泉は2度目の四国巡礼となる。試験が終了した後、大泉と D 陣の四国行きが決定となった帰りの、 飛行機で安田は悔し涙を流した。今回は安田だけでなく、鈴井も何も知らされない状態で生徒として参加。D 人は大泉に対し事前に大量の参考書や漫画を渡し、3人で企画を進めていった。大泉が高校地理歴史の教員免許を取得していること、また本人が歴史が得意という意見を採用し、日本史がテーマ。主な題材は、 織田信長で他に先時文化から弥生時代までの遺跡が試験範囲に含まれた。3日間の校長、大泉による講義終了後にテストを実施の流れは前回同様だが、大泉、藤村 D、嬉野 D の3名で行っていた四国巡礼について、今回から不合格の場合生徒も巡礼と変更されている。テストは全十問だったが、 結果は安田が4問目、鈴井が9問目で不正解となり、大泉と共に3度目の四国巡礼が決定した。前述の企画、試験に出るどうでしょうシリーズにおける合格点に達しなかった罰ゲームで、通常は10日以上を要する四国88箇所巡礼を、大泉、D 陣が4、5日という弾丸スケジュールで観光する企画である。番組を見ている。 受験生の合格を祈願して88カ所を回ることを主題に挙げているものの実際の受験シーズンに放送されたことは一度もない一般的な変のとは異なり時間にリミットが設定されていることとそれに伴って一つの令状にかける時間が総じて短いこともあって参拝や農協などは行わないそのため各霊状の門前で写真を撮ることを巡礼したとみなし 順配した寺によっては、大泉がコミカルな口調と特徴的な動きで寺紹介をする主玉の寺紹介シリーズが行われている。計3回の中で88箇所全てを一度で回り切ったことはない。3回のうちいずれかのロケでしか順配していない寺もあるが、通算では全て制覇した。企画の過酷さは別企画の罰ゲームとしてもたびたび上がるほどであり。 各界で何かしらのアクシデント、怪現象といったトラブルが発生している。放送時のタイトルは、四国88カ所完全順配。わずか3泊4日という短時間での完全順配を観光するとし、ロープウェイに乗れなかった21番、太し竜寺と66番、運転寺、冬季通行止めの60番、横峰寺と20番、各林寺などを除きほぼ全部を順配した。 このロケ中に、大泉は体調を崩し、その後半年の間体調不良を抱えていたという、移動の際使用したレンタカーは、トヨタイップサム、試験に出るどうでしょうのロケが終了した直後から、ロケ開始。12番焼山寺の巡廃後、大泉の最愛の祖父が亡くなったという電話があった。大泉の母親から、仕事はそのまま続けなさいという連絡があったが、 両ディレクターの判断でロケを一時中断し、札幌に帰させた。この一週間後に、ロケを一時中断した、時間帯からロケを再開している。前回のスケジュールが過密だったことを受け、工程がついた地蔵の4泊5日となった。この回のみ順例が春先に行われており、再度ロープウェイの乗車を逃した66番、運転時、うどん屋へ立ち寄った影響で、 飛行機の時間が迫りパスをした88番大久保寺を除いて順配を行った。使用したレンタカーはトヨタプリウスだが44番大宝寺から46番上流寺寺へ向かう途中、ショートカットで通った参道で左後輪が脱輪しパンクするアクシデントにも見舞われた。また前回のロケで大泉が体調不良に陥った反省を踏まえ、今回は D 陣から大泉のために、魔除けの術を購入していたが、38番、混合を寺の前後で紛失している。5日目の午前8時半時点で、前年の経験から、高松市外は通勤ラッシュにより渋滞が起こることを知っていたため、84から88番にかけては、大外回りのルートに変更し行く順番を変えた。 83番から87番、86番、84番、85番、88番と、順配し、昼12時50分に、高松空港から出る札幌便に乗ることを目指した。また、この旅最大の楽しみとして85番や栗路の、ふもとにあるうどんや、山田屋のザルぶっかけうどんを食べるという目的があった。実は、前年も同じものを食べており、 山田屋の十字回転と同時に入店し88番まで回って飛行機に間に合った経験があった。しかし、薬理事に到着したのは午前十時で20分おきに出るケーブルカーに乗らないといけない。そのため十時十分ではなく十時三十分のケーブルカーに乗るために先に山田屋へ行きうどんを食べることを選んだが、 結果として88番大久保寺には行けず標識の前で撮影するにとどまった。ロケ中のアクシデントが一つの特徴となっているこの番組でインパクトのあるアクシデントが多発した回の一つに挙げられる。それを象徴するものとしてロケ4日目の深夜に順敗した79番天王寺皇寺コーテラシーンでビデオカメラが異常な音を発して停止し、 撮影したはずの映像が記録されなかったという現象が起きた。車内でのカメラテスト後に再び撮影を開始したが、被殺後のチェックで映像が大きく乱れ、音声もほとんど録音されていないことが判明。さらにカメラのバッテリーライトが消え、車のエアコンが故障する事態も立て続けに発生し、その事件をもとにドラマ、四国 R-14 が制作。 同年の秋に放送された。その後、原付西日本制覇のロケ中の湯布院温泉の宿で、嬉しの D から天皇寺高寺らシーンで起こったことの真実が藤村 D に伝えられた。それは、最初にカメラが異常停止した時、撮影したはずの映像が記録されていなかったとしていたが、それは嬉しの D の嘘であり、実際には映像が記録されていたということだった。 しかし、嬉しの D は、一度車内に戻って、確認をした際にその映像を見て、誰にも見せちゃいけないと感じて、すぐに消去してしまった。なお、映像の内容は当初、大泉や視聴者には伝えられていなかったが、代わりに、安田が、対決列島のロケ中に詳細を聞き、後にトークショーで、大泉に伝えられた。それによると、問題の映像の中で、大泉の足から、 先が消えていたという。その後、DVD 第19弾、四国88カ所通第1夜の副音声において、嬉しのでいから、本当は映像が記録されていたが確認したところ、大泉の映っている映像全体がカメラのモニターの一番下から、毛糸で編んだセーターを解いていくように、一本ずつなくなっていって、最終的に全部消えたという真相が語られ、 第四夜の副音声において、大泉本人にも明かされた。天皇寺、高寺ら市委員の事件以外にも、など、怪現象が多発している。特に、イアダニでイラの一件では、大泉は元より真相を知る藤村 D が恐怖の、あまり走り出してしまう事態になった。また、ロケ4日目はこれらの怪奇現象や事件、車の脱輪、タイヤのパンクなどのトラブルが多発したため、 悪夢の一日と称されている。しかしながら、DVD の副音声において藤村 D が、いいあだにでらで、大泉に、僕、触りました、と一連の流れは演出であったことを、告白している。それを裏付けるように、テレビ放送では、間もなく、怪現象発生というテロップが出るが、DVD では出ていない。一方で、上落寺の一件については特に触れられていない。ちなみに、 この企画でどうでしょうハンが四国に滞在している間、鈴井は、ハワイで、家族サービスに勤しんでいたことを打ち明けている。88番、大久保寺から回る、逆打ちで巡礼を行い、大泉に加え、試験に出る日本史で不合格となった、鈴井、安田も参加。使用されたレンタカーは、対決列島同様、トヨタエスティマ。しかし、鈴井は、ラジオの生放送。 安田は、HTV の情報番組、情報アイド夕方ダン、ダン、の1コーナー、サビカラ選手権に出演するため、松山の宿で離脱し、鬼殺。結果的に当時は、どうでしょうの撮影以外にほとんどスケジュールがなく、出演者の中で、最も暇な大泉のみが巡礼を続けることに。ただし、第2夜では当時大泉が不定期で出演していた、パパパパパフィーではなく、 どうでしょうにスケジュールを割いたことに触れ、パフィーを蹴らないで。ちょっと考えたらわかるでしょと怒りおろにした場面もある。その直後に訪れた50番、ハンタジーから、チーム、ナックスのリーダー、森崎博之が旅に参加した。理由としては、森崎が晴れ男であることも一因である。森崎本人は、食事をとれば、雨が闇晴天になると自称し、本編中では44番。 大宝寺の巡杯から43番、明石寺に向かう途中、森崎が空腹から食事を要求したために昼食を済ませたが、実際に森崎の食事後は悪天候から晴天へと見事に変わっている。冬季通行止めの60番、横峰寺、ロープウェイに乗れなかった21番、太し隆寺を除きほぼ巡杯。また、66番、運転寺は全2回とも、 ロープウェイの時間が合わなかったために、順配していなかったが、今回の旅で初めて訪れている。使用したヘルメット。手前の、巣は鈴井、奥の、イは、大泉本田技研工業の原動機付き自転車、スーパー株を使用し、長距離を走る企画。鈴井、大泉が株を運転し、D 人は、車で追走する。もともとは、鈴井の、 スーパーカブにガソリンを1リッター入れ、札幌からどこまで走れるかという話を大きくしたところから始まった。原付東日本縦断後は、水曜どうでしょうの節目に登場する企画として、原付西日本制覇、原付ベトナム縦断が放送された。また、不定期放送以降後の2011年には、原付東日本、原付西日本の続編として、二つの企画で、 走破していない空白地となっていた東京から紀伊半島及び四国を走破する原付日本列島制覇が放送されている。出演人の後ろ姿しか放送できないため積み荷が定番となっている。鈴谷藤村 D は趣味でオートバイの運転を行うほか嬉しの D は妻の運転するハーレーダビッドソンでタンデム走行を行い新婚旅行で 日本一周したほか、自らもスクーターに乗るということから、それぞれバイクに関係しているが、大泉は全くもって初めての運転だった。なお、オートバイは買ってもらって乗って帰ってきたことになっていたが、その後は HTB の車用車になり、2011年最新作、原付日本列島制覇でも使用し、また、鈴井の監督作品、 マンホールでは冒頭に登場するバイクのシーンに活用された。放送時のタイトルは、原付東日本縦断ラリー。東京札幌間を1日目の午前9時から4日目の午前9時までの72時間以内に、走破する。クラシックにおいては一部のぼねでは放送されていない。導入は鈴井が、大泉、D 人、ドイピーを東京銀座に連れて行き、銀座でお買い物をしようという。 大泉騙し、ドイピーが番組からのご褒美を鈴井にだけ買い与えると話していたところに、大泉が自分の分もと食いついた。その後バイク店でスーパーカブ2台を購入中、持って帰る心配を始めた大泉に、鈴井が欲しいなら乗って帰りなさいよと消しかけ、反強制的に当企画に移行させた。なお、ドイピーは随伴者のドライバーも担当している。 タイムリミットが4日目の午前9時なのは、鈴井のラジオ生放送出演に間に合わせるため。なお、藤村 D の勘違いと称して76時間、さらには80時間にまでタイムリミットが延長されたが、鈴井が自らの責任で72時間に戻した。ちなみに時間内に、走破できなかった場合の罰ゲームは、四国88カ所巡礼と決められたものの、 この時間調整などもあって、時間内に到着し、執行されなかった。ルート選択なお、東京・青森間の主要ルートは、以下の3つがあった。国道4号を通る内陸ルート、一ノ関、北上、森岡、二子、戸和田、野辺寺など国道6号、国道45号などを通る太平洋、ルート国道7号、国道17号などを通る日本海ルート、大宮、 熊谷、高崎、前橋、渋川、沼田、湯沢、長岡、新潟、村上、鶴岡、酒田、本庄、秋田、野代、大館、広崎などその中から国道4号ルートは東京青森間の主要ルートであることから渋滞に巻き込まれる可能性があったこと国道6号、国道45号ルートは距離が長すぎることなどから反強制的に国道17号、 国道7号ルートが選定された。秋田で購入した生ハゲこの企画の前枠5枠では、プロレスラーに奮した大泉と安田、そして恩ちゃんが登場するが、安田がレスラー役なのに、恩ちゃんがいたり、大泉が恩ちゃんに対して相当主加減して攻撃を加えたりしている。これは、恩ちゃんの中に別の人物が入っているためである。また、 同時期には安田が鈴井の巣で包茎手術を受けているが、同番組内ではプロレスをやらなければいけないけど大丈夫なのかと担当医師に相談する姿も放送された。左上が実際に購入した高崎のだるま工事後のだるまやウィリー事件現場ロケ2日目、大泉らが国道345号を新潟県三北町の勝月まであと少しという地点を走行中に起きた事故。 本件を放送した第四夜は、第一回道で、ミー賞の名企画部門で、第一位を獲得した。なお、ダルマ屋とは大泉が、高崎市に寄った際に購入し、後部の荷台に積んだダルマに由来する。走行中、大泉らは、工事による片側交互通行信号に遭遇したため2分強の待ち合わせをし、信号機が切り替わる5秒前から大泉が、カウントダウンを行う。 信号が5の表示に切り替わると同時に、鈴井は問題なくスタートしたものの、大泉がギアをニュートラルに合わせていたためにスロットルを回したが前に進まず、焦ってスロットルを回したままギアを一足にしたところ、突如ウィリーしながら暴走し、目の前にあった安全第一のバリケードの案内板に激突した。この間、信号は再び2分今の待ち時間表示に切り替わっていたため、 鈴井のみが先行して進んでしまった。事故直後、大泉は心配する藤村 D に対して何がですかなどと事故がなかったかのように白を切っていたが、藤村 D が深く追求すると大丈夫じゃねえよ。生ら怖かったよ。死ぬかと思ったよ。と発した。また、先行した鈴井が心配しているのではないかと思い、合流するなり心配したでしょう。 大丈夫ですよと言ったが、何してたのと全然心配しておらず、それどころか大泉の説明に対し、いいなあ美味しいなあ見せるもの、ビジュアル考えているものと羨ましがっていた。この際、鈴井に対して説明した、動かないから、あれと思ってギアいじったっけロー入っちゃってもういいリーサ、という発言は、名台詞の一つとなった。また、大泉は、俺あの、 安全第一なかったらやばかったぜ。突っ込んでたよと続けている。京都を初めて旅する旅人、鈴井を京都の達人大泉が案内をするという設定で、春を満喫グルメと、いでゆぶらり、京都の旅を決行。嵐山から京都旅行を満喫する。しかし、金閣寺駐車場にて、株の旅で里見崎まで向かう、という本当の企画発表が行われる。 あまりにも予想外だったことから株を見た瞬間に、大泉は本気で落胆し、皇帝の説明後に、これはね、久々に、生のリアクションっちゅうのを、僕は見せたよ、びっくりしちゃったらああなるんだなぁとその心境を表した。鈴井の映画撮影に伴う番組休止前の最後の大型企画のために、予告編では、ラストランと名打たれた。また、鈴井は1997年の、 ヨーロッパ21カ国完全制覇前後から番組における自分の立ち位置に悩んでおり、株で走りながらもうこの番組に戻ることはないだろうと考えていた。しかし、大泉くんや藤村くんをトップに立たせて、ロベカルのようにたまに母官と決めようと思ったとき、またこの番組が好きになったと後に語っている。本放送中、前枠直後に出る黒バッグの撮影日に、 初めて爆発エフェクトが加えられ、以降の企画や、クラシック、DVD 版においても、同様の編集に順次差し替えられた。破損した張り子の虎右上が実際に購入した、後藤姫だるま工房の姫だるま。左上は、夫の高崎のだるま6日目に道中で立ち寄った、コンビニ、現在では閉店途中立ち寄った、山陰海岸国立公園内の鳥取砂丘で、 砂丘に隣接するレストハウス周辺に吹き溜まったヒサを採取し、荷台に乗せて走行したが、本放送から7年経った2007年7月、日本海テレビでの放送を見た視聴者から、この砂採取は自然公園法に反する行為ではないかとの指摘が鳥取市に寄せられ問題化した。同年8月8日には HTB が公式サイトで謝罪し、番組のネット局に対して、 同企画を含む数企画の販売中止を決定する。また、どうでしょうの、公式サイト上では藤村 D、嬉野 D 連盟のクリエイティブオフィス級の公式サイト内では鈴井、大泉連盟の謝罪がリリースされ、さらに同月12日には HBC ラジオの大泉洋のンサンデー内でも大泉より直接の謝罪があった。鳥取市から報告を受けた。 環境省は、当該レストハウスがすでに泣く行為の特定ができないことなどから砂採取については特に処分を下さなかったが、同規格内で、鳥取砂丘に足跡で水曜どうでしょうと対処した行為が自然公園法で禁止されている広告などの提出に当たるとして、同月23日に文書で厳重注意され、HTV は改めて謝罪を発表した。 一部報道で HTB は同企画を DVD 化も再放送もしないとコメントしたとされていたが D 人は番組公式サイトで今後も DVD は全ての企画を網羅することを目指して編集を続けると公表するに至り2013年3月発売の DVD19 弾においては副音声で藤村 D が d v d への収録発売が決定し すでに編集作業を開始しているを発表。同年10月に問題のシーンを削除する形で DVD が発売された。なお、クラシックにおいては未放送のままである。2000年のカレンダー用写真の撮影会として、オンちゃん、鈴井が、モデル、大泉が撮影係となり、HTV の制作スタジオを用いて撮影を行う。写真家、 大泉洋の初登場企画。大泉は写真に関して素人であることから知識を持ち合わせておらず、DVD の副音声でも、藤村 D が露出しか知らない。それじゃ、いかんせんキャラクターが弱かったと振り返っていた。また、一瞬ではあるが、オクラホマの河野深夜がセットを運ぶ係で出演している。企画の開始時間である午前六時十二分から午前十時に、 開始される広報番組 TV ピカポンの収録までに撮影を終わらせなければならず準備を含めて1月あたり10分弱のペースで撮影を行う計算となりロケ企画ではないもののハードスケジュールの中で進行していった一部写真を撮影する際には長望遠レンズが使われたがこれは金子のりとしアナウンサーの私物で写真撮影に関するすべての機材は 金子アナウンサーから対応を受けている。しかし、この撮影会の実際の目的は、安田を海外に拉致するための前哨戦で、11月をハワイ、12月をラスベガスで撮影し、大泉が拉致を実行する側に回る形になった。大泉が拉致の仕掛け人となったのは、レギュラー版では、これが唯一のケースである。安田はこの時が、 初の海外旅行であったが、あなたたちみたいにね、騙し騙されののり合いのコミュニケーションの人たちと一緒には行きたくないと落胆を見せている。このロケで大泉が撮影したカレンダー写真は実際に販売され、さらに2004年、2012年には復刻版として販売された。ちなみに発売されたカレンダーでは4月のメイン写真がスタイリスト小松が写されたものになっている。 上述にも記載されている通り、第2夜では安田の拉致計画が実行されているが、同様に拉致と歌われている部分が存在する桜前線捕獲大作戦や香港大観光旅行などがクラシックでは放送されていないのにもかかわらず、この企画は2021年現在もクラシックでの放送は継続されている。 ゴールデンスペシャルサイコロ6の放送記念として1999年12月14日から16日にかけて放送された24時間プラス6時間の生 CM に密着したドキュメント。四国88箇所の収録中に大泉によって立案された企画だが、もともとの大泉による北海道版の24時間テレビのようなものをやりたいという希望を D 人が客色。 CM ごとに、鈴井、大泉が紛争して、これまでのどうでしょうのキャラクターが総出演するというものに変更された。年末の繁忙期のためスタッフが少なく、生放送であるにもかかわらず、藤村 D、嬉野 D、技術スタッフ2名、北海道強立の大道具1名、スタイリスト小松の6名のスタッフのみで運営された。ちなみに、待合と以上の着替えは、HTB の 第3応接室で行い、副調整室は設けずに、定刻になると、HTB の駐車場にあるカメラの映像を、マスターから自動的に送出するように設定。そのため、万が一画面上が、体になっても大丈夫なように、カメラ前には、鈴井と大泉の等身大パネルが用意された。セットは屋外に設営され、背後には、ゴールデンスペシャル放送までの時間が表示される。 聖子の時計が横に置かれた。CM を流す時間帯に関してもゴールデンの時間帯はネットワークセールスのために CM の差し替えが難しいことから深夜から早朝あるいは昼間から夕方にかけて多く流され当該時間帯において過密スケジュールが組まれる要因の一つになった。ただし本位では局を挙げた一大イベントとして開催するつもりだったのに対し ローカル枠の CM スペースを用いた番組宣伝にまで格下げされた結果へ、大泉はこういう形じゃない、ゴールデンの前に僕たちはすっかり意気承知んだよと納得を示さなかった。前述のようにスタッフのマンパワー不足で不備が生まれたこと、機材が不足していたことに不満を見せたほか、総放送時間がわずか18分ほどだったことにも通常の どうでしょうの本編より短いと訴えている。なお、放送が行われた14日の夜に、大泉は劇団稲田組の舞台、ホットロードの本番を、15日の午後には鈴井が、エアー G で、Go IS の生放送を控えていたため、該当する時間帯の CM はどちらか一人が担当している。DVD 版では、特典映像として、全放映 CM 北海道のローカル CM を、 収録。この企画は鈴井が初の映画監督作品、マンホールを撮るために、半年以上番組を休んだ後、正式に全員が復帰した第一弾の旅企画。前週に放送された、メイキングオブ、四国 R-14 の中では、予告映像が放送されなかった。これについて、藤村 D は全部秘密だから、予告編流しちゃったら何やったか分かっちゃうとしたものの、 大泉には、今回また予告編み出したら、わかりやすいんだ、何やったのかと指摘されている。目的としては、団結の輪を描くために、鹿児島県の天見群島にある、機械島を3日間かけて、半時計回りに歩いて一周すること。なお、出演者並びに、DJ が、怪我や病気などのアクシデントに見舞われた際にも、大丈夫なように、リアカーを引っ張って歩くことになった。 放送時のサブタイトルはザバトル・オブ・スイーツ。甘みを中心に食には目がないマジンコと藤村 D に安田を加えたチームびっくり人間と藤村 D と対照的に甘みが不得意な鈴井に大泉を加えたミスターチームの2チームによって日本各地を移動して名物の早食い対決を行う企画。日本列島を1週間にわたって縦断する長期ロケとなったが 企画立案を担当した藤村 D によると、北海道から九州までを車で縦断することが、そもそもの原案で、対決の要素やキャスティング面は、後から構築された各地の温泉地を回り、夜は温泉に入ることが、本当の企画の趣旨であったことを DVD の副音声で明かしている。当番組の企画といえば、内容を何も知らされていない、大泉のリアクションを、 他三人が楽しむ流れだが、通常であれば、企画会議の段階から参加している鈴井も今回は、完全にシャットアウトされ、一切内容を知らされなかった。このため、企画発表時には鈴井が、大泉くんの気持ちがよくわかったと発言した。放送期間は、レギュラー放送で、最長前10回に及び、2001年後半の、放送は、本企画とその罰ゲーム企画。 そして5周年記念として行われた3夜連続深夜バスだけの旅の3企画のみが放送された。そのため第1夜の前枠では大泉が今年後半のどうでしょうは今日の企画発表を見ないとついてこれませんとコメントを行っている企画で使用されたレンタカーはトヨタエスティマこの企画の前枠5枠でチーム ナックスのメンバー全員と鈴井が出演している。第9夜から森崎と徐々に増えていく。大泉は第1夜から出演しているが、説明役、最終夜 ED で飲み、他5人とは違う体操服で登場している。各地の名物、名産を早食いし、早く食べ終わった方の勝ちとなる。原則として、食べ終わったら口から舌を出すか、口を開け、食べ終わったことを審判にアピールして、 初めて勝利が確定する。名産がいくつかある場合、アピールしなければ次の名産を食べられない。勝利した都道府県の面積がポイントとして計算され、より広い領土を獲得した方が勝者となる。通過しない都道府県は、積み残しとし、最終決戦である鹿児島対決で勝った方が総取りとなる。また、追加ルールとして、関東、近畿、四国、 九州では地方大会を実施し、各地方で通過した都道府県のポイントが獲得できる。レギュラー放送時としては最後となった鈴井公安の国内オリジナル企画。タイトルの通り、深夜バスに3日間ひたすら乗ることに加え、バスの停車、休憩地点で鈴井、大泉のやられ、プリを報告するという企画であるが、サブテーマとして、 鈴井自身が、己の限界に挑戦するという趣旨も含まれている。しかし、実際は、バカな企画を立案した鈴井に罰を与えるために、D 人と大泉が裏で計略を練っていたのであった。高速函館号ラフォーレ号博多号。ありがとうございます。